あれまだ世界続いてんの、こんにちこ、アキトです。ツイッターやってます。ツイッターではリアルタイムの出来事を投稿、店頭抽選や並びの様子、今どこで撮影してるか、ゲリラリリースやリストックなどの情報も随時更新。あとは YouTube では言えなかった内容やカットしている裏側も公開中。インスタではリア充だった僕が生きって投稿してた姿が、ストーリーは今も毎日更新中。ツイッター、インスタ、リンクは概要欄。それでは今日もよろしくお願いします。おはようございます、つむさんです。おはようございます。ヒステリックグラマー、はい。え、これニューバランス？ニューバランス、ニューバランス書いてあるちゃんと。ほんと？あー、書いてある。確かに N って書いてある。いや、完全に鑑賞用で買いましたね。履いても良かったんですか？履いても全然大丈夫。今日はクロットとジョーダン5ローコラボモデルがリリースされるということで、ここは千駄ヶ谷にやってきました。珍しく難しいですね。店舗が少ないんですよね。アトモスは千駄ヶ谷、東京23。 MA5 でないんですね、リリース、ね、期待しちゃったんですけどね。まあジョーダンブランドだからっていうのもあるかもしれないけど、あ、でもオフホワイトだって出るんですよね。ジョーダン2出たし、うんうん、あとトラビスの、まあ、結構前かもしれないけど、トラビスのジョーダン1も事前抽選でリリースやったりして、基準がわかんないですけどね。だから普通のは出ないけど、コラボなら出るのかなと思ったけど、うん、クロットは出ないんだ。わかんない。もしかしたらランクで差別してるのかもしれない。オフホワイトとトラビスは出すけど、クロットはまだですよっていう。チャンドンゴンじゃまだですよっていう。やばいな。はい、行きましょう。10時半締め切りですね。はい、10時10分過ぎ。はい。あ、そうだ。あとこれで、僕が限定オファー来た、これ。ちょっと名前わかんないけど、やつ。ボックスがかっこいいやつ。かっこいいですよ、ね。はい。これは、つむさんが必要っていうことで、僕が支援させていただきました。お渡しします。ありがとうございます。はい。助かります。後で見せてください。はい。はい。どのぐらいですかね。あ、そうだ。で、スニーカーズはダメだったんですね。いや、ダメだったんですけど。はい。多分今開くと、はい、あ、在庫復活してる。ああ、え、その大きいサイズも、はい、多分値段つかないからみんなキャンセルした分がまた出てきてんのかなと思って。したら、はい、今から並んで買えなかった後にスニーカーズ行っても、いや、そんな感じなんですか。店頭で買えなくてスニーカーズで買えちゃうパターンがあるかもしれない。あるかもしれない。最初自分9時スタートでやったら、やっぱサイズ切れになっちゃって、うん、諦めたんですけど、買えなかったのにリストックは来てて、その来てる分はずっと残ってる感じ、はい。僕はちょっとつむさんの支援で今回来てて、でスニーカーズもつむさん支援でやったんですけど、 28.5 が買えなくて、29でやったら買えたんですけど、スニーカーズで29だとちょっとブカブカしちゃって、ちょっと無理っていうことで、そうなんですよね、はい、僕はキャンセルして、すいません。なので僕、表示在庫ありに表示あるのはわかるんですけど、購入済みになっちゃってるから、あ、そっか、見れないんですよね。一回買ってキャンセルしてもすぐには新しくまた買い直しっていうのはできないんでしたっけ？あー、できなかったんじゃないですかね、スニーカーズ。みんなどっち狙いで来るんだろう今日は。そうか、千駄ヶ谷はニューバランスのなんかあれコラボモデルなんですか、あれ。なんですかね、ピンクっぽい、はい、色可愛いんですけどね。うん、それが同時に出るんで両方の狙いの人がいるんですね。前あの並びがそうですかね。結構いますね。結構いますね。人のこと言えないけど、みんなニューバランス履いてますね。本当だ、ドレコみんなニューバランスだ。じゃあみんなニューバランス狙いなんじゃないですか。それだと嬉しいんですよね。ちょっとここ道路がすぐそばにあって、多分音声すごいことになってるな、これ。雑音がすごいと思う。かなりいますね、人数的に。多分、うん、後ろにも結構10人ぐらいすぐいるんで。僕もクロットジョーダン5欲しいんですけどね。カラーリングかっこいいし、ただ最近買いすぎちゃってて、本当に無理になったんで、やめるんですけど。あ、でも、28と 8.5 消えちゃった。ゴールデンサイズがなくなった。26と、26からと、29。間がないですね。あら。わかんない。また復活するかもしれないけど。じゃあこれは、ここで当たんなかったら、スニーカーズでなんて悠長な余裕ぶっこいてられないですね。こけなくなっちゃいましたね。あれは。でも、復活してたんなら、リストック。欲しい人は、まあ大体そこで買ってますからね。そうですね。うん。だから、みんなニューバランス、さっと見たところ、ジョーダン5履いてる人一人もいないですもんね。そうですね。だから、みんなニューバランス狙いじゃないかという。ジョーダン5持ってれば、東京23行っちゃうのかな。
あー、そうかもしれない。千駄ヶ谷って最近もう足数少ないらしいですからね。そう、少ないみたい。今日のクロットどうなんだろう東京23はそこそこあったとしても千駄ヶ谷は少ないでしょうね。でしょうな。どうなんだろう、東京23一般狙いって言うてももしかしたらあったかもしれない。こういう感じだと。あ、スニーカーズではそこそこ余ってたっていう状況を考えると、千駄ヶ谷がダメだったら一回東京23覗いてみようかな、うん、行ってみましょうか。ただオープン前には間に合わないですね。間に合います？ここから歩いて行けるんでしたっけ？15分もしないぐらいからだったら。あ、じゃあもしここの結果がダメなら11時オープン前に着きますね。じゃあ到着はしますね。ここの結果次第ですね。では、そうです、10時20分になりました。あと10分締め切りまで。やばい、後ろが前と同じぐらい伸びてる。確かにちょっと早めに並んだけどすごいんだ人。ややこしいな。ほとんどニューバランスなんでしょうけど、その中で多分僕たちだけなんじゃないですか、ジョーダン5かもしれないですね。ちょっと読みづらいですね。遅い番号でもジョーダン5だけ余ってる可能性はあるし、今日リリースのここでやってるニューバランスの値段見てみましょうか。ニューバランス26,400円で、今日のジョーダン5クロットが23,000円だから、これ2足買うってことないですよね。ないですね、多分。今整理券もらいました。僕29番で、妻さんが28ですね。28で、じゃあ多分これの倍ぐらいいるってことですね。倍以上だ。これ30ぐらいだから60は超えてるんじゃないか、まあ、ただニューバランス狙いだからな、ちょっと僕たちだけどうなるのか分かんないですね、はい、とりあえず番号だけもらいたいですね。後ろでもそうか、とりあえず当たんなきゃ話にならないのか。そうそうそう、当たりの番号に入んないと。ただ外れる確率がどん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 増えていっちゃう。あ、なるほど。あ、でもじゃあ東京23じゃなくてここで一般で出る可能性だって結構ある、ありますよね。どっちにしましょうね。こっちじゃない？だってこれ、この今並んでる60人ぐらいの人ほぼ全員ニューバランスでしょ。そうそうそう、じゃあこっちじゃないですか、一般。外れたらここで一回待って。東京23はでもジョーダン5今日のクロットしか出ないで、それだけが欲しい人が並んでるから、うん、そうね。まあ、一般出たとしてもサイズが 28.5 だからね、つむさん。そうなんですよね、まあ、最悪8でいいっていう今日は、はい、だからじゃあここですね、ここで一般で並びましょうか、もしダメなら、はい、10時半になって抽選が締め切りました。列が進んだから抽選始まりましたね。今12って言ってませんでした？12までって。え、クロットとニューバランス合わせて12ってどういうこと？22かな、聞き間違いかな。そうですね。大丈夫かこれ。もう少しですね。次がツムさんです。ツムさんです。すいません、お願いします。12まで。すいません、はい、12です、はい。これはあかんですね。つむさんでも惜しいとかないけど、惜しかったですね。分母は68。68で、当たりが12まで。17。惜しいとかないけど、ないけど惜しかったですね。え、なんすか、意味がわかんない。12の6足ずつかな。ニューバランスとクロット合わせて6足ずつかな。どういう感じ？うわぁ、20ぐらいあるかと思ったのに。だって、ちょっと意味わかんないですね。2足リリースされてて、合計12って。本当にそうなんじゃないですか？ 6 足ずつ。ちょっと、千駄ヶ谷を侮ってましたね。そこまで少ないなんて思ってなかったから。で、アトモス、各店じゃなくて、千駄ヶ谷と心斎橋の2店舗と、東京23でしょ？そんなに？ T23 もじゃあ、めっちゃ少ないのかな？いや、こんなに厳しいと思わなかったな。まあ、ほとんどニューバランスであることは間違いないと思うんで、うん、にしても少ないから、足数が。こっちに一般で待つか、東京23行くか。でも、つむさんが 28.5 だからな。そもそもむずいっていう。当たってもそもそもむずいけど。そう。まあ一応一般で並んでみます。一人出てきたんですけど、2足買ってる人でしたね。あ、2足買ってました？はい。そういう人やっぱいるんだ。じゃあむずいか。
これは来ました。今、はい、ニューバランス完売ですって言ったら全員履けまして、いなくなっちゃいました。履けましてって言っちゃった。全員がいなくなって、で店員さんがいたんで聞いたらクロットあるっていうことでした。28.5 があるって言ってましたね。はい。おお。だから今多分店内に1人か2人いらっしゃるんで、その人が持ってっちゃったら分かんないんですけど。そうだ、そうだ、はい、まだいるんだ。そう。中にまだいるんだ。1人か2人。はい。わあ、超微妙。その前にも2人ぐらい二足買いしてる人がいましたもんね。はい。その中で命拾いしたのもすごいけど、多分各一ぐらいしかないだろうし。はい。うわあ。ワクワクしてきましたね。ほんとギリギリですね。出てくる人たちが一足ニューバランスだけなのか。そう。による。はい。ちょっと待ちましょう。で、1人だけジョーダン履いてる人がいたんで、クロットを狙いでしょうね。あと5分。一応一般の先頭は僕たちなんで、はい、これはギリギリですね。楽しい。今11時になったんで、もうオープンしますね。中見てきましょう。28.5 ありました。ありましたね。よかったです。あった。一般であった。一般でありましたね。東京23どうなのかな。でも 28.5 あったけど、はい、28を聞いたら28はなくて1を聞いちゃうっていうね。僕がいつも買ってる28だから本当にたまたまですね。そうですね。あったの。28はないし、展示はあと27でした、うん、ああ、はい、いやーでもすげえ。あったか。あの抽選並んでる時はもう絶望でしたけどね。そうですよね。でも60人オーバーしてて、当たり12って聞いた時マジかと思いましたね。相当少ないですもんね。ゲリラリリースじゃないけど、これはこれでテンション上がりましたね。上がりますね。スニーカーズではちょうどないし、そのサイズ。そう、今消えちゃってますね。はい、上がったな。しかもちょうどしっかり前サイですもんね、つむさんの、はい、28.5。道はこっちが原宿？違う。え？こっち新宿。あ、なんだ。じゃあじゃあ、どこ行ってんのかと思った。え？え？なんだなんだ。違うんかい。新宿に行くつもりはなかったな。なんとなくなんとなく歩いてたから。原宿の方に行きたかったんですよ。ああ、そう。はい。歩いて東京23見てこようかなって考えてたら、黙って歩いてたら新宿着くとこだった。東京23着きました。では中見ていきましょう。なんかこれ大きいサイズですね。25.5 までしかなかったのに。ああ、でも 5.5 だ。US7.5。あ、5.5 なんだ。あ、大きく見える。ボリュームがすごい。レイトをまじまじ見るのが自分初めて。これは特別感がすごいんですよ。すごいです。ありましたね、一般。ありますね。はい、あるんだ。30センチ今あの方試着してるから30あるもんね。すごい。じゃあ朝並んでる人いなかったのか。ああ、かもしれない。もしかし、もしくは1人か2人とか。
ぐメッシュなんですよ。あ、これはめっちゃ薄い。これ本当ペラペラのこのシースルーのこの素材だけですね、このアッパーが。わ、すごい不思議なスニーカー。電石とかぶつけたら破けちゃいそう。すごい。和の感じがしますけどね、このここら辺は。リーガルが結構使われますよね、この頃。最初からちょっとヴィンテージっぽい感じになってますね。作りはめっちゃ凝ってる、特別感がある。ほら、ずいぶんもう使い込まれたみたいな感じになってます。かっこいい。うわ、じゃあこの八村会はボツかな。僕が一人で行った時、当日も 25.5 が出てたんですね。だからずっとあるっていう。まあオンラインもスニーカーでずっとありますから。これと何で並んだんだっけ。あれだ、グリーンのダンク、はい、かもしれない。まあ一緒に出た、出た。あ、これも買う予定だったんですけどね。リークが出た時は、あ、買おうと思ったんですけどね。あともうそれどころじゃなくなっちゃったから。買えすぎ、本当そうなの。わあ、やっぱりこのボックスもかっこいいなあ。いいわあ。柄かと思ったら穴開いてた。ただ自分でぶつけたかもしれない。でも貫通はしてないから。うん。うん。いやあ、これはかっこいい。買えましたね。買えました。じゃあいいですか。この配色はめちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとサテンが心配ですけどね、履き地は。がなんかちょっと変な感じになっちゃう場合もあるらしいんで。自分の場合、ここにシワ寄っちゃう時があるんで、ここら辺に適当に入る分には全然シワ気にしないんですけど。全部サテンですね。そうですね。この23。なんでこんな下手なんですかね。わざとですもんね、絶対これ、うん。わざと手書きの感じにしてるけど。やっぱ、わ、やっぱ薄。革靴みたいな感じですね。薄。ってなると、28.5 だと浮いちゃうかな。5のローって見たことないけど、僕も。こんな薄かったかな。あ、最近だとウィメンズでピンクのやつが出たのか。はい、どうだったかな。でもこんな薄くないと思うな。いやーでもかっけえわ、これは。貝紐がまだらなんですね。あ、こっちが赤まだらで、はい、これがまだら。これは赤ですね。赤ですね。真っ黒になっちゃいますよね。まあまあ、それもかっこいいっちゃかっこいいか。うん、ちょっと緑もついてるし、ここも光るんですよね、多分この感じだと。そうですね、アウトソール、あとこれどうなのかな。このこの止めのこの部分が光りそうっちゃ光りそうですけどね、カラーリングは最高だなぁ、いいなぁ。履き口が赤くて、ほんとレザーなら一般人気ももっと出たでしょうね。フロットちょっとこういうことしてきますからね。つま先のとこ透明にしたり。
剥がすタイプとかって言うんだったらまた売れるかもしれない。ああ。エアホース版みたいな。最近流行りの剥がせるやつ。剥がしたい。これ多分この終端の部分も多分光りますね。あれっぽいですね。終端がすごい分厚い。すごい SB みたいになってますね。すごいしっかりしてますよねこれ、うん、こんな分厚い。裏がサテンみたいな感じで、こっちがレザー、なんかリフレクティブになりそうな、その感じですね。はい、うん、あ、ゴムついてんだ。あ、じゃあ割とそんなに結構こうタイトにこうキュッてなるのかもしれないですね。履くと、はい、いやーかっこいい。うわー、これは僕も余裕あれば買っちゃってたなあ。これもリーク出た時買おうと思ってましたからね。僕もだから自分用として並ぶつもりで昨日まではいましたから。5はじゃあ持ってないんですか。いや、一回持ったんですよ。置き場所なくなっちゃって整理しようって言った時に、はい、あんまり履いてなかったんで、もう知り合いに投げちゃいました。で、そのハイカットは28センチで本当ジャスト履きしてたんで、次買うなら 28.5 にしようと思って、で今回 28.5 でまだ足入れてないけど、結構ツルツルするし何にもないんで、うーん、難しいですね確かにサイズ感が。はい、ありがとうございます。これは変えてよかったですね、でも。もうほんと並んで番号もらった瞬間ちょっと沈んだんですけど、うん。一般があったって、この 28.5 がないことなんて全然ありますからね。そう。うん、これはこの前僕の限定アクセスで買えた、でも実はスニーカー普通にはあるんですかね。ちょいちょいありますね。僕はちょっと購入済みで見れないけど、サイズが。あ、そっか。なんかそういうの多いですね。ここ何日かで何種類かの限定アクセス来てるけど、うん、あのドットコムでのペイズリーのキャンバス地のホワイトのやつとか、はい、意外とずっと残ってたりして。いや、でもこれかっこいいですけどね。ここが穴開いてるっていう。そうそうそう。これ、ミシン目になってるんで、開けようと思えば。あ、ほんとだ、そうなんだ。切り抜けますね。点々になってるんだ。知らなかった、これは。重みでなんかこう、グッとやっちゃいそうだけど、うん、いろんなフォントで、スウッシュとナイキっていろんな、そうですね。書いてあるのかな。最後、うん、ラブがすごい。なんかラベルキラキラしてる、気のせい？これですか、うん、ああ、してる。ちょっと画面で映るのかな。キラキラしてる。ああ、映った。多分これで映ってるな。なんかご飯粒がカピカピしたみたいな、うん、ラメじゃないんだけど、そう、ラメほどはっきりとしたラメじゃないけど、なんかキラキラしてますね。不思議。初めて見た。これ他のはどうなんだろう。面白い、キラキラしてる。確かにこれは映ってるな、映ってると思う。これは面白い、うん、偶然じゃないですねこれ。さっき光ってるのが見えて、あ、こっちの方が見やすいな。いや、僕の大好きなやつですね。紫大好きつむさんとしてはこれはもうバッチリなんですか。バッチリですね。あれはシュプリームのパンツと一緒にまた履いて、うわーバッチバッチですね。この素材は気にならないんですか。いや、全然ならないです。ちょっと前にバルビンコラボでハイカット出たじゃないですか、ジョーダン1ハイカット、はいはい、あのバルビン狙ったは狙ったんですけど買えなくて、今回そういう感じの。バルビンってこの生地なんですか。こういう感じの生地だと思います。触ったことないから何とも言えないんだけど。そうなんだ、うん、知らなかった。これキャンバス地ではあるんだけどなんか違いますよね。そう、なんか生地がすごい、編み方がしっかりした、そう
蛇柄とかそういうレベルでもないんだけど、普通のそういうコンバースのああいうんじゃないですよね、うん、スーシュガレザー、これ確かインソールの中がこのボックスのロゴのみたいな柄になってると思うんですけど、おお、派手だ、あー、いっぱいスーシュって書いてある、うん、これもかっこいいですね、いいっすね、はい、でもあんまり履いててもそんなに消えそうな感じじゃないけど、いつもの安いプリントじゃない、ちゃんとしてる、これはずっと色落ちしない、色落ちないっていうか剥げないやつだ、うん、あーこれもかっこいいな、いつもと全然違う、これは大好きなやつ、これ大好きです、うん、履きじわとかも全然レザーと違って目立たないかもしれん、いいっすねめっちゃいいっすね、ちょっと切りっぱなし感があるんですね、これはクオリティじゃなくてわざとですよね、さすがに、うん、これなんかこのシリーズで3色あって2色がこの前、あ、そうですね、はい、出てましたね、アトモスさんで、あれも意外とある店舗にはあるんですよね、3色あれ、うちのこれが一番、うん、つむさんこれが一番、はい、気に入ったカラーですね、紫だし、うん、なんか集まってきましたね、怪しい、なんかすごい海外の人たちが集まってきましたね、今何時？12時37分1時になんかあんのかな、うわぁ、やめてほしいな、待つの辛いんだよなちょっとじゃあとりあえずこれはじゃあありがとうございます、かっけーこれは買えてよかった、はい、今日は5月20日の金曜日、クロットジョーダン5がリリースされた日、1時前なんですけども、さっき12時にはいなかった海外の人たちがめっちゃ集まってきましたね、わさわさしてきましたね、いやほんとすごい、さっきまで 2,3 人しかいなかったのに多分30人ぐらいいますよね、うん、車もここにつけて、うん、僕はダンク SB が欲しいですけどね、 SB があったら暑いっすね、暑いですよね、もうすぐで1時なんで1時前になったらちょっと中入ってみましょうか、はい。